ですね。で、スモールビジネスって皆さんね、大層なこと言わなくていいんですよ。明日社会な世界を変えたいとか社会を変えたいとか、まずはちっちゃい中でできることを探していけばそれビジネスになるっていうことですね。で、もうここで毎回毎回カリキュラム受けてる方っていうのは、例えばプライシング戦略であったりとか、例えばマーケティングであったりとか、インスタ運用なんてあんなトゥードゥーまで発信して、ブログの書き方だって全て多分習ってるわけなんですよね。 PL の付け方までもありますよね。じゃあこれで起業しないっていうのは、皆さん宝の持ち腐れという言葉ですよ。なのでまずはちっちゃくでもいい、これはサラリーマンだろうが経営者がもう一回違う事業をやろうが全く違うことに挑戦するってね、だろうが何でもいいんですけども、とにかくちっちゃくもう一度何かを新しく始めてみましょう。じゃあそれをどうやるのっていうセッションになりますと。でここで重要なのがこれです。できないやつができるやつの真似しちゃいけないです。僕だってそうなんですよ。僕もいろいろできなかったですね。経営をしてみてホームなんてできないね。できるやつの真似をしちゃったらこれ大変なんですよ。でこれね、二宮貴則っているじゃないですか。これ有名ですよね。佐々木君知ってます？この人。はい、知ってます。知ってないだろ、絶対知らないよな。なんとなく、はい、なんとなくね。二宮貴則さん、これね、よく皆さん学校の教科書とかで見た方いると思いますけども、この人ねめちゃめちゃ勤勉家なんですけども、巻き担いで重そうですよね。ね、これをみんなね真似しようと思ったって無理なんですよ。180センチあるんですよ実はね。だからこの人だからこそできるわけであって、これを無理やり、これね、例えば俺寝ないじゃないですか、ね、寝ないで頑張ろう、そんなことしなくていいんですよ。俺プログラミングできるじゃないですか、プログラミング勉強しないと、そんなことしなくていいんですよ。難しく考えない、今現状をできることで十分ビジネスって今、もう一回言いますよ、今始められるんです。明日から、ちょっとね今日は夜遅いから明日から始められるわけですよ。わかりますよね。で、ビジネス、わかりますよ。ビジネス、これってまず原点は何なんだっていう話ですけれども、はい、原点はこれ簡単です。需要と供給です。先ほど言いましたけれども、今あなたが持っているものを持っていない人がお金を払う、これがビジネスなんですよ。じゃああなた何持ってますかっていうと、大体の人がいやーわからないって言うんだけども、例えばね、はい、サイトね、ウェブサイトとか作れる人ここね結構いますよね。 Wix なんて誰でも作れるんですよ。わかりますよね。これ何百回も言いますけども、このウェブサイトを作ります。で、作れる人はじゃあ100件明日、飲食店回ってみてください。そのうち30件ぐらいはね、無料で作ってね、作るなら作らせてあげるよって言うんですよ。で無料で作ったら、じゃあ次ねどんなことが起こるかっていうと、チラシは作れないのとか、なんか動画は作れないの、 YouTube できないの、インスタ運用できないの、違う仕事につながっていくんですよ。いいじゃないですか、今副業やって、正社員の人ね、自分の会社があるんだから副業はね別に無料でやって、そこからちっちゃくお金もらって、でも30社から毎月1万円何でもやりますって言ったら30万円ですよ。分かりますよね。こんな感じにビジネスっていうのは成り立ってるんですよ。できることがあればいくらでもできます。サイト制作まだできないって人もできること絶対ありますよね。必ずあります。髪を切れる、それだってできることですよね。ヨガができる、それだってできることですよね。それをじゃあどうやって加速していくかって話を、どうやって加速していくか、これについてお話をしてきますよ。でもう一個ね言いたいことは、自分にはできない、資格がないって言うんですよ。みんな学歴がないとか経歴がないとか意味のわかんないこと言うんだけども、じゃあ考えてください。ここからトリックですよ。例えばタクシーの運転しますよね。タクシーの運転手さんってね結構辛い仕事ですよ。酔っ払い乗っけてね、夜までドライブしてね、辛い仕事です。でじゃ あ、介護事業者の運転を、会社事業をやりましょうと、車あれはできますよ ね。前の助手席だけネジ取って引っ張れば車椅子入れられて、そのまま介護事業の、車になりますよね。でこのドライバー、足が不自由な方を助ける仕事ですよね。感謝されますよね、酔っ払いと違ってね。でもここで重要なのは、全くもってやってることって違わないですよね。タクシーの運転手も運転をします、介護事業の、運転手も、運転をします。運転っていう行為は変わらないんですよ。でもこの介護事業者はタクシーの方の何倍もの給料、しかも何倍もの感謝をもらえるわけですよね。こういうふうに一番重要なのっていうのは、一番皆さんが今思考も変えないといけないのは、変えるべきなのは皆さんがどう変わるかっていう話ではなくて、皆さんがどうやるかのやり方を変えれば、今やってるものでも十分ビジネスになるんですよ。
割れますよね。これを重要視して、じゃあ何が言いたいかっていうと、何を売るかではなく、どこで誰に売るか、割りますね。何を売るかなんてどうでもいいんです。どこで誰に売るかをしっかりとここだけ守ってれば、ビジネスっていうのは失敗することありません。これまだちょっとふわふわしてる方ね、ふわふわしてる方、ここからスモールビジネスのお話をしていきます。じゃあどうやっていくのかっていう話ですよね。簡単なんです、これ簡単なんです。で、あるテーブルでは言ったことかもしれないですけども、まずスモールビジネスを作る上で、明日からできるビジネスです、明日からできるビジネスを作る上で3つのルールだけ守ればいいんですよ。3つのルールだけですよ皆さん。4つって言ってない、3つだけ。今日3つだけ持ち帰りたい、分かりますね。まずはコスト戦略です。で、次に動的価格、ダイナミックプライスって知ってますよね、さきくん。はいはい、本当に知ってますか。はい、この2つ目ですね。で、3つ目にコミュニティ戦略です。分かります。この3つやってみましょう。で、まずコスト戦略については、皆さんがね、ビジネスをやる上でなんかお金が必要だとか、いろんなことね、ぐち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 言うやついるんだけども、お金なんていらないんですよ、ビジネスで。ね、これをスキマビジネスモデルとか、マッチングビジネスモデルとか、クロスコストモデルとかね、いろんなことをやっていけば、ビジネスなんて全くお金なんていらないです。自分がなんかやれないといけないこともないんですよ。ビジネスっていうのはこういうことです。例えばスキマビジネスっていうとね、タイム、時間と場所のデッドを探せば、これだってスキマビジネスになるんですよ。例えばね、あのお店カフェって10時ぐらいに閉まっちゃうじゃないですか。でも夜中空いてるわけですよね。そこバーやりたい人をマッチングすれば、自分は何もやらないでもビジネスの始まりですよね。これだって新しいビジネスなんですよ。で、例えばお店の有給スペースね、お寺って何でしたっけって考えてみてください。お寺ってスペースあるけども、昔はお寺にみんな来るわけじゃないですか。でも最近誰も行かないですよね。昔はハブだったんですよ、お寺って。でも最近は誰も来ないです。じゃあお寺が提供できるものっていうのは何ですかって考えてみてください、ね、だから今お寺とヨガ、寺ヨガとか流行ってるじゃないですか。だからね、これね、文化継承とかいろんなこと言ってるんだけども、あの古き良きを守るためにお寺を、そのままでとか言うんだけども、俺金沢行った時に中を取っちゃいけないと意味の分かんないこと言われてね、何やってんだこいつみたいな、もう終わりだよお前みたいな思っちゃったんだけども、何が重要かってね、古いものを守りたいのであれば新しいものとくっつければいいだけなんですよ。そしたらヨガの先生っていうのはスペースに困ってるんですよね。だからあんな狭い教室で3人とか4人しか一度に見れないんですよね。でもお寺ってめちゃめちゃ広いスペースありますよね。これってマッチングできるじゃないですか。これもマッチングビジネスモデルですよね。こういうのをどんだけしっかりと見てるか見てないかで全くもって変わってくるんですよ。まだありますね、日常にあふれる需要と供給、ここにしっかりと目を開けて、俺細い目でも見えますからね、こんなのね、大丈夫ね、ここにしっかりと目を開けて生きてるかどうかなんですよ。分かります。じゃあ例えば皆さん道を歩いてたらしましょうね、コンビニエンスストアに入りますと。で、コンビニエンスストア の駐車場見てみてください。めっちゃでかいですよね、スペースね。あれ無駄だと思いません？で考えると、じゃあコンビニエンスストアの供給できるもの、提供できるものですね、スペースですよね。じゃあ逆にコンビニエンスストアが求めてる需要は何だと考えてみてください。何ですかって言ったら、地域のコミュニティです。地域との、ね、関わりですよね。もっとコンビニに使ってほしいと、地域の人が使わないからねっていうものがありますと。じゃあここで逆に商店街とか思い浮かべてみてください。商店街とかね、商店街の人って、ね、売るスペースとかないですよね、あんまり。だったらコンビニのスペースを上げて、新しいチャンネルとしてそこでサンデーマーケット開くとか。で、逆にコンビニはそれによって地域とのつながりを深められて、で新しい需要と供給が成り立つわけじゃないですか。自分何かお金必要ですか？何もいらないですよね。需要と供給をどれだけ探してるかっていうのが、このビジネス、スモールビジネスを行う上で重要なことなんですよ。だから最近のスタートアップの傾向として、全くコストがかからないんです、実は。で、逆に投資家、僕の投資家からするとコストがかかんないやつほどうまくいっちゃうから困ってるんです。わかりますね。こういうモデルってしっかり需要と供給どこにあるのか、しっかり生きてみてください。見てみてください。石ころ以上にありますからね。お寺なんて見てください。さっき言いましたよね、スペースがある。ヨガの先生スペースないですよね。あのさっき英会話の方もいましたけども、英会話だってそうじゃないですか。全然お寺でいいじゃないですかね。そういうのでやればいいんですよ、みたいなものをしっかりやってますか。こういう、ビジネスモデルをしっかりと見てみてください。需要と供給ですね。
で次にお金がなくてもできる、じゃあお店を作ったとしましょう、ね、お店を作ったらお金必要ですが、考えようによっては全く必要ないです。考えようによっては、これも前言いましたね、クロスコストって覚えてる方何人ぐらいいるかって話ですよ。クロスコストって例えばですよ、皆さんが美容室やったとしましょう、地域でね、ここら辺で、じゃあ美容室に、前回ね聞いたんですよ、一昨日ぐらいに、チラシ配ってますか、はい配ってます、何枚配ってるんですか、3000枚です、いくらですか、4万円ぐらいです、ラスクルだよねこれね、でこうやってやるんですよ。俺からしたらと思うんですよ、3000枚だけ何人死にいるんですか、15万人いるって言うんですよね、3000人しか届けてないの、もったいないじゃないですか。じゃあここでしっかりと地域でコミュニティを活用して、じゃあ美容室に1面、カフェに1面、何に1面って言って、普通に隣のカフェとか誘えば同じように困ってるわけですよね。そしたら同じ4万円で1万8000枚配れるんですよ。わかります？ラスクルでね、こういう風に、だって美容室のね、チラシなんて1面2面いらないじゃないですか、どう考えたって。そういう風にやれば新しい証券に4倍ぐらいの証券に拡大できる。これだって考えようによってしっかり周りを巻き込んでクロスコストをしてるか、コストをクロスして節約をしてるかっていう話ですよね。こういう風にやればスモールビジネスって簡単だと思いませんかっていう話ですよね。サンデーマーケット作るのも商店街の人たちみんなで出し合えばめちゃめちゃでかい証券に行けるわけですよね。こういうのだって考えようなんですよ。全部一人でやろうとするからお金がかかる、さっき言いましたね、全くその通りなんですよ。で地域ビジネスでは必ず地域の LINE グループ作ってください。皆さんが何かやりたいと、この地域で何かやりたいと言ったら、必ずその地域のカフェだったり美容院だったり何だったり何だったりと1回で LINE グループ作っちゃえばいいんですよ。これだけです。逆に皆さんがなんかお店を開く立場じゃなくても、今からそこら辺のね、お店に行ってその LINE グループを作ったら、それ価値ですよ。じゃあ僕あれ作りますよ、チラシ作りますよって言えば、そこでチラシがね、クリエーションのなんかビジネスができるわけじゃないですか。こういう風にビジネスって始まっていくわけなんですね。だから考えようによっては全くお金はかかりません。お金はかかりません。絶対に言います、これ。お金はかかりません、何をやろうがね。皆さんがバーを出したいカフェの夜、聞いてみてください、街中のカフェに。絶対やらせてくれますよ、2万円とか3万円ぐらいの家賃でね。そういう風にやってみてくださいよという話ですね。で次にですね、動的価格のダイナミック戦略ですね、ダイナミックプライス戦略、ここが重要です。ここが先ほどちょっと聞いた方多いかもしれないですけど、インスタライブの人ね、しっかり聞いてくださいよ。はい、皆さんコメント忘れないですか、ね、はい、大丈夫ですか、コメント、そう、見ながらコメントしてくださいね。ダイナさんかっこいいって、やらせて、やっといて、はい、お願いします。はい、で次に動的価格、これね、これ大変なんですよ皆さんね。お店作るっていうと、さっきも何人か話しましたけどね、これね、どうやったらサブスクやればいいですかとか、どうやったら、競合がどんどん来て価格を下げないと勝てないんですとかね、みんな同じなんです。経営者分かります、みんなそういう思考に行っちゃうんですよ。まず経営のしっかりとしたプライシングのやり方、これをまず学びましょうと。例えばですよ、皆さんがお店を作りましょうとね、お店を作りましたと。で、お店を作った、サービスでもいいです、サービスを作った、その後に例えばこのカフェラテを売ろうかなね、なんかタコライスを売ろうかなってメニューを決めますよね、コンセプトに沿って。じゃあこのカフェラテをいくらで売ろうかなって言い始めるんですよね。でこのカフェラテをじゃあ200円で売ろうかなというわけですよ。これって順番考えてみてください。今お店を作る、メニューを決める、プライシングを決める、この順番ですよね。この順番をやってる限りあなたたち勝てないんですよ。だからあなたたち毎回毎回死んじゃってるんですよ。ありますね、しっかりとプライシングのフレームワークの順番が必要なんですね。例えばこれ僕が絶対にやってることです。まず、皆さんお店を作ったとして、2本の線ですね、先ほど言いましたね、2本の線を必ず決めてください。1本目の線は利益分岐点という呼ばれるものです。こんなのみんな知ってますよね。これ以上開けない、儲からないと赤字になるよ。赤字になってビジネスやってたら大変じゃないですかね、そんな不幸ですよね。じゃあ例えばここのねカフェだとしたら、毎月500万円の、利益分岐点がありますと。500万円売り上がらないと赤字になるね、これは当たり前に把握しておかないといけない額ですね。ここ経営者の方皆さん言えますか、言えますね、ここは大丈夫だと思います。でもう一個忘れてる線があります。これなんて言いましたっけ、さぎくん、これ、はい、これ2個目の線
何ですか、言いましたよ俺、行きますよ。ハッピーそうターンじゃない、ハッピーターンじゃない、ハッピーラインですよ。そうだ、ハッピーライン。2個目の線はこれなんていうかっていうと、僕が勝手に名付けてます、ハッピーラインですね。これ何かっていうと、500万円儲けたところで俺は嬉しくないと、俺はこのカフェをやるのに1000万円儲かんないとハッピーじゃねえんだって考えると、このカフェラテを今まで500円で売ってたとしたら、これは500万円の売り上げにしかならない。じゃあ俺は1000万円じゃないとハッピーじゃないって言うと、これを1000円で売り始めますよね。ここで初めて人の行動っていうのが変わっていくわけなんですよ。人の行動がどう変わるかって、じゃあ例えばこの黒のまんま、この黒のストローで出さないですよね。ここのこのままのプラスチックボトル出さないですね。だってこれ500円じゃないですよ、1000円なんですよっていう意識に変わっていくんですよ。わかります？これが重要で、例えば先ほど言いました、焼肉双子のちょっと高級バージョンですね。このハンバーガーが出るわけですよ、焼肉双子でね、ハンバーガー高級な方ですね、安い方じゃなくて。でこのハンバーガーってこんなちっちゃい、めちゃめちゃ拳ぐらいのサイズなんですね。でこれを道端で売ろうとすると500円程度でしか売れないですよ、当たり前に。ただこの500円、ハンバーガーをメニューとして決めてプライシングをすると500円っていうプライシング出ますよね。でも俺は500円じゃなくて5000円取んないと俺は満足になんないなっていうと、じゃあ5000円で売るためにはこれね、ボックスをつけてリボンを巻いて、でリボンを巻いてリボンを開けたらモワーってスモークが出てくるとか、こういうパフォーマンスをし始めるんですよ。5000円で売らないといけないんですか。そういうふうに従業員の行動だったりとかパフォーマンスっていうのがプライスによって変わっていくんですよ。メニューによって変わっていくんじゃないですよ、プライスによって変わっていく。だからみんな間違えてるんですよ。プライスをまず決めないと、ハッピーラインを決めないと経営っていうのは失敗しますよ。失敗します、必ず失敗します。で次にもう一個失敗することね、じゃあ例えばこのカフェラテね、500円を1000円にしてどん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 売れましたとね、はい、佐木くんいつも言ってるよね、どん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 売れて、売れたら売れたらどうするよ俺。持っております。そうですよ、僕らのあのシステム事業で考えてください。最初は3980円であのシステム売ってたんだよ。売れまくった、9000円にした、ちょっと顧客数減ったけどまた増えまくったね、次は2万5000円にした、また顧客数減って、でも電話サポートとかつけてまた増えなまくった、で次は4万円にした。3980円の10倍なんですよ、今のあのシステムっていうのは。わかります？こういう風なやり方をしないといけなくて、何かっていうとね、このカフェラテを、このカフェラテをじゃあファーストステージで、500円で売ろう、いや売れてるんだよと。じゃあ売れてるまんま、ほとんどの経営者はこのまま売り続けちゃう、500円で。美容院の人もね、美容院で、毎回毎回この価格で、お客様が来ますと、このままずっとこの価格でやり続けちゃう。なんでって思わないですか、これおかしいと思わないですか。だって需要と供給で、供給よりも需要が勝ってるんですよ。わかります？じゃあ供給ってもっと強気でいいんじゃないですかって話じゃないですか。でここで重要なのが、売れまくった販売数が伸びた、販売数が伸びたんなら価格を上げるんですよ。価格を上げてそれの価格に釣り合うような、さっきのプライシングですよね、プライスを上げるから、じゃあこれをどうやろうって思考に変わってくる。でそれをやったらまたまた売れた売れた売れた、でここでまた売らない、売れたら売らないんですよ、売らないでまた価格を上げる。そうするとまた販売数落ちていくけども、それに対してまた価格を上げて、こういう風にビジネスっていうのは、お店っていうのは、会社っていうのは成長していくんですよ。でもここで面白いのがね、経営者っていうのは恋愛と一緒ですわ、ね、みんな3ヶ月ぐらいね、入社しますって言って3ヶ月はさ、ワクワクしてね頑張ってるけど、3ヶ月後はもう死んだ顔のようにやってるじゃないですかね。ほとんどの人も同じですわ。恋愛もね、彼女の寝息すらも3ヶ月は愛おしく聞こえるんですよ、ね、いびきすらも。僕の奥さんもそうでした。ただ3ヶ月経つとイライラしてくるんですよ、ね、こういうふうに経営者っていうのも、なぜか知らないけども3ヶ月ぐらいお店を建てて3ヶ月ぐらい寝ないで、これをどうやって売ろうかな、このストローでいいかな、このマグカップでいいかな、みんな考えるんですよ。考えて改善するんだけども、3ヶ月経つと当たり前にこのカフェラテをこのカフェラテのままでずっと提供し続ける。それが楽しい経営なんですが、これが正しいね、正しい経営なんですかって考えると全く正しくないですよね。だから値段を上げることをまずやらないと絶対に大手に負けるんです。なぜかっていうと、大手以上に安く値段はできないからです。だって価格の原理が働いてるんですもん。ありますよね。なので、必ずまずは値段を上げる、プライスから入ってトゥードゥを決める。でメニューを決めてプライスを決めちゃいけない。プライスを決めてそこは絶対に守り抜く。
これが経営の基礎の木です。ありますよね。これがまず一つ。Hey guys, what's up? My name is Sam. Thank you so much for watching this video. If you like this video, please hit the like button and leave us a comment down below. And if you want to enroll in the MUP College, simply hit the subscribe button and click the bell to be notified whenever we upload a new video. And if you want to learn more about the MUP College, simply follow Takehana's Instagram where he posts daily updates. All right, see you in the next one. Bye bye.